P&G Japan P&G 製品一覧、アリエールアリエールパワージェルボールを試し、パックアリエールは、アメリカ合衆国の企業で、世界最大の一般消費財メーカーである、プロクターギャンブル社が主に、欧州や中南米、東南アジア、南アジア、中東で販売している、洗濯用合成洗剤のブランド。全世界中で10億ドル以上を売り上げる P&G。 G のトップブランドの一つ。日本における商標登録番号は第1 6 2万7 2 7十号ほか、日本における発売開始は1986年だった。当初は大型洗剤が地域限定で発売され、翌年の1987年に大型洗剤の内容量が 6.0kg から 4.0kg に変更。 同時に液体洗剤も発売されていた。2年後の1988年に全国発売に踏み切った際、コンパクト化をしたものの、顔のアタックやライオンのトップなどの競合商品に押されて、なかなか売り上げが伸びずにいた。しかし、1990年代に入り、商品名がウルトラアリエールに解消後、代表的な洗剤よりも白く洗いますなどと歌う。 差別広告を展開して、高機能をアピールすることで売上を伸ばした。なお、この製品の正式な商品名は発売時期により異なる。コンパクト化された当初の内容量は 1.5kg で発売されたが、あとに 1.2kg となった。1997年に除菌効果を追加したアリエルピュアクリームが1999年に 漂白成分を高配合したアリエール漂白剤プラス2000年には固形状粉末洗剤キューブ型アリエールジェルタイプの液体洗剤アリエールジェルウッシュが発売された2004年ピュアクリーンに緑茶成分を配合しファブリーズとの共同開発で消臭効果を強化したほか毎日の洗濯に使用することで洗濯槽へのカビの繁殖を抑え 洗濯物を清潔に洗い上げるという他の洗濯用洗剤にはないセールスポイントを持った。2009年春の商品改良の際には従来のカビや菌などへの効果に加えダニの糞や死骸、ホコリなどのハウスダストを99%除去する効果が加わった。粉末洗剤液体洗剤ジェルボール型洗剤。 その他の製品ギフト製品も発売されており、P&G ジャパンのライフスタイルサイト、マイレピナイの P&G のギフトセットにて製品情報が掲載されている。2020年9月に液体洗剤、ジェルボール型洗剤が同時にリニューアルされたことに伴い、2021年1月にリニューアルされ、ラインナップが刷新された。二0 1四年七月に、 日本中毒情報センターが日本中毒学会にてジェルボール型洗剤による乳幼児の誤飲事故が2014年4月に発売されてから2ヶ月半で24件確認されているとあった。また乳幼児のみならず高齢者の誤飲事故も報告されており日本中毒情報センターや P&G ジャパンでは容器の蓋を閉めて子供の手の届かないところに保管するとともに ジェルボール型洗剤はお菓子やおもちゃではないことを子供に教えるよう呼びかけている。また、本体容器の蓋や詰め替え用の袋には子供の手の届かないところに置いてくださいの注意表示がある。2018年に北米を中心にジェルボールをピザのトッピングにして面白おかしく見せたり口に入れたりといった具行を動画や写真に撮り SNS に投稿する。 タイドポッドチャレンジが10代の若者の間で流行し、実際に動画投稿サイトにて若者がジェルボールを口に入れ軽く噛みつぶして洗剤を吐き出している様子も見られた。ありがとうございます。